今日は305巻の劇場と中継がつながっての舞台挨拶になっております。それでは早速皆さんから一言ずつご挨拶をいただきます。まずはじめに広瀬すずさんです。はい、金井沙羅沙役を演じさせていただきました広瀬すずです。本日はお忙しい中足を運んでくださり本当にありがとうございます。短い時間ですがよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして松坂桃李さんです。はい、佐伯文役を演じさせていただきました松坂桃李です。本日はいろんな作品が公開されている中この流浪の月を見に来てくださって本当にありがとうございます。中継をご覧になっている方も本当にありがとうございます。短い時間ですがどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして横浜流星さんです。はい、皆さん本日はお越しいただきありがとうございます。中継でご覧になられている方もありがとうございます。中瀬亮を演じました横浜流星です。見終わった後なので皆さんの余韻に浸っているところを壊さないようにでも皆さんに楽しんでもらえるように頑張りたいと思います。お願いします。ありがとうございます。続きまして多部未華子さんです。こんにちは、谷あゆみ役を演じさせていただきました多部未華子です。本日はお忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてリー・サンイル監督です。こんばんは、監督のリーです。13日に公開が始まり、10日ちょっと経ちましたが本当に日本全国、たくさんの方に見ていただいて、それのみならず多くの人のなんていうんですかね心の中の深い場所に届いているっていうことが日々実感できて非常に嬉しく思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。さあでは今日はですねちょっとお席も用意しているので皆さんお座りいただいてゆったりとお話ができればと思っております。それではスチールカメラマンの皆さんここからフラッシュなしに切り替えてください。いやね、さっきリー監督もおっしゃってましたけれどももうね10日間ぐらい過ぎたわけでございます公開から。実際にちょっと広瀬すずさん、はい、周りの人たちでこの映画見た感想って届いてますか？いろんな方からご連絡いただいたりとか本当会う人会う人にそれこそ今見てきたよとかって言われたのが多分私の中で過去一多くてすごく長文でメールとかだと送ってくださる方もいれば直接会うとちょっとサラサだからなんかあんまり言えないって言われてとりあえずなんかこの熱量だけたくさんいただいてなんか直接会うとこう言葉になんて言っていいかわからないっていう感想が一番多かったりとか、でもこんなに公開して2週間ほどでここまで見てくださる方がいるんだなっていうのをすごく身近でも感じれているので本当にありがたいなって思う毎日です。なんか特に印象に残っているこう感想の言葉ってありますか？ちょっとみんなやっぱり流星くんのこと嫌いになりかけたという話はいただきました。あらそう言われてます横浜流星さん。でも嬉しいですね。はい、でも僕ではないので嫌いにはならないでほしいですね。すいません、はい、違う、本当それくらい素晴らしいくらい亮君を見れたっていう反応もあってそうだよねっていう話をよく友達とかとしてます。本当そうですよね、リアルな演技だったってことでございます。さあ今日なんですけど SNS でですねあらかじめ皆さんからの質問を募集いたしまして今日はお時間の許します限りお客様からの質問にみんなで答えてもらいたいと思います。さあそれでは早速いきたいと思います。まずこんな質問です。子供の頃やりたかったけど周りに反対されてできなかったことはありますか？またやりたいけど反対されるのではないかと諦めたことはありますか？これ子供時代のサラさんの夕飯にアイスを絡めた質問になるわけですね。さあ子供時代にやりたかったことでも反対されちゃったもしくは反対されるんじゃないかろうかと不安になったこと何かありますでしょうか？はい、僕は、反対されたことでの話なんですけど最初漫画家目指してたんですよね。で小学校の時とか自分の好きな漫画とかのこうなんていうんですか模写とか
景色をこうやってこうなんかこうジャポニカ学習帳みたいなのにこうずっとこうやってこう書いたりとかしてて、でそれを自分の机の上にこう溜め込んでた時に、まあ、なぜかわからないですけど、うちあの僕3人兄弟なんですけど、あのうちの姉にそれをこう見つかって中をこうバーッとこう見られたことがありまして、それを見た時のその姉の一言が絶望的に下手くそだねって言われたことがあって、その時にその漫画家になる夢は捨てましたね。それまだ残ってますか？いやもうそれはもう泣きながらゴミ箱に入れました。ジャパニカ学習帳の溜め込んだやつをうわーっつって。ちょっと読んでみたいですよね皆さんね。いやいや、じゃあ松坂桃李さんが今先陣切ってくださいました。はい、ないです、はい、なかったです僕、なんか人任せにするなというか、自分で発信してなんか自分でやりたいと思ったことはやれっていう風に尊重してくれるようなあの家族だったんで、だからなんだろうな、人任せにはできないで、だから自分で探すしかないなって思って、それで空手を選んだんですけど、はい、そういう感じでした。だからなんか基本否定されることはなかったです。そこででも自分で言ったんだから失敗したらお前のせいだっていう感じで、はい、だったので、はい、すごい素敵なご家族ですね、うん、いやいや、そんな感じでした、ね、それはもう小学生ぐらいの時からそういうふうに言われてたってことですか？そうですね、まあ、習い事はやってみろみたいなことは言われてたんですけど、そこで何を選ぶのかは自分次第だっていうふうに言われて、何でもよかったんですね。多分何でもよかったんだと思います。空手以外だったら何がいいんですか？今球技がマジでできないので。球技？はい、できないので。サッカーとかバスケとか野球とか、はい、はい、できないので。意外。本当ですか？全くできないので、サッカーとかバスケとかやって見たかったですね。へえ、想像できないですね皆さんね、なんかね。本当にできないです。へえ、意外。いや運動神経すごく良さそうだから実際いいだろうし。それが球技できないっていうのがなんかすごく意外だなって、はい、ちょっとなんか嬉しくなりました。あ、本当ですか、うん、よかったです。本当に惹かれるぐらいできないんで。ですって、はい、そうなんだ。どうですか、はい、どうですか。私はやりたかったこと、やれなかったことではないんですけど、末っ子なので基本的にちょっとずれてるかもですけど全部お下がりだったんですよ。なので新品のものを全く買ってもらえなかったというか、あのお兄ちゃんもお姉ちゃんも性別関係なく全てお下がりをもらい、あの本当中学生とかあのセーラー服だったんですけど、制服からリコーダーとか消毒につけてリコーダーもお下がりでした。え、リコーダーもお下がり？そうなんですよ。変ですよね。さすがに嫌だと思ってたんですけど、家族、お姉ちゃんの、お兄ちゃんじゃなくてお姉ちゃんの方にしてあげるからって言われたら、なんか納得した自分もいて、消毒も3回するからみたいな感じで、もったいないよって言われて、上は年子なので、で男女なので2人はいつも新品だったんですけど、いつも私はお下がりでした。切ないですもんね。でも初めて何か自分のもの買った時嬉しくなかったですか？洋服とか、ね、だからそういうものに洋服一つが ものすごい嬉しくて、あのそうですね、で大人になって自分で買えるようになったりとかした時のなんか急な爆発力がすごかったです。最初新品なものってこんなに手に入るんだみたいな。そんな感じでした。そりゃ止まんないね。止まんないですね最初。止まんない ね、うん、ね、じゃあちょっと田部さん、なんかみんなの質問の答え聞いてたらなんだろうって思って なんか全然出てこなくなっちゃったんですけど、何でしたっけ？やりたいこと？やりたいことがやれなかったこと、やれなかったこと、やれなかったこと、怒られちゃうんじゃないかとか。あー、でもあのケーキの食べ放題はちっちゃい頃に行きたくて行けなくて、大人になったら気にするじゃないですか、やっぱ、まあ、体型というか太っちゃうなとかで行かなくなったので、ケーキバイキングに行きたかった。それは許してくれなかったってことですか？
行く機会ありました？いや多分バイキングという発想がなかったかもしれないです。当時そのちっちゃい頃とかそのケーキバイキングっていうものがあるんだっていうのを知らなかったかもしれないですね。小学生の頃は私デザートよりあの主食の方をいっぱい食べたいタイプなのでそうなんです。でも中学生くらいはちょっと憧れありました。だからスイーツパラダイス、ね、パラダイスとか。スイーツパラダイス ありますよね。お店お店今もあるの。女性の方がでもすごいうなずいて、へえ、スイパラみたいな、スイパラ行きたいみたいに言ってました。行くの行かなかった行かなかったちょっと甘いもの大量はちょっと横浜さんはどうなんですか。それはスイパラですか、うん、あ、分からないです、はい、あでももし行きたかったら行きたいって言ってたかもしれないですけど存在は知らなかったですね、はい、確かにねバイキングってなかなかね、うんうん、今思うとねもう逆に年齢を重ねてくると行かなくなりますしね、はい、ありがとうございます。リー監督は何かありますか。いやもう次の話題に行きましょうか質問の数が限られてますからね僕特にないですから大丈夫です、はい、じゃあちょっと次はリー監督からスタートしたいと思います。ああ、はい、じゃあ続いての質問でございます。あ、言い回し表現が難しかったセリフやこれを言われてグッときたずしんときたセリフはありますか。自分のでも他の方でも結構です。ちなみにこの方なんですが私はリョウとサラサの感謝してほしいなんて私もひどかったねこのシーンが忘れられないっていうことですけどリー監督は忘れられない。これ僕より多分俳優の皆さんじゃないですかねなんかずるいくないですか。そうですよ、ちょっとずるいじゃないですか。いやずるいですよこれそれぞれ どのセリフが刺さったんだろうか聞いてみたいですね。じゃあ横浜さんからいきますか。あでも僕もそこはすごくグサッてきましたね。あもうそれを言われる前にサラサにキスをしてでもそのキスからも何にも反応が返ってこなくてでその言葉を言われあもう本当に無理なんだなっていう思ったしなんかその言葉すげえ残酷だなっていうのを実際なんだろうあの近さであの目とうん、あの表情で言われた時にあもう無理なんだなっていう、うん、落胆しました。悲しかったです、はい、まあでも自分も悪いことしているのでしょうがないですが、はい、どうですか、ね、じゃあ広瀬さんそれ今言われた身として。いや私だって辛かったですよねそうだよね確かあのシーンはすごく私も難しくていろいろ考えながら言ってたんですけどすごく映画で印象的だったのは最後の谷さんとふみの時にふみが見る急に谷さんの見る目がパッと変わるっていうか自分で一枚こうフィルターをかけたようなあの喋り方とトーンのなんか急にパッてこうなんていうんですか声が跳ねる感じがちょっとある言い方が言い回しがすごく映画見てわって思いました、ね、うん、そうだよみたいな一言だけでもポッてなんかこうちょっといろいろ思い感じれるシーンなんか感情がいっぱいありました。どうですか。あのなんだろう 谷さん目線を食べ目線で言うと、うん、あの初めこうちょっとこう求めるじゃないですか。あんなに何も返してくれない男どうしたらいいのかわからないよっていう私食べだったら谷さんはもう献身的にそれでもなんとかこう触れ合え、まあ、心と心が触れ合えないかって求めるけどあんなに何もリアクションしてくれないあの人私食べだったらねえどうしてなんでなの何か言いたいことがあるなら言ってみたいに言っちゃうタイプなのでもう本当に谷さんであの最後のシーンも皆さんも見てるのであれですけどラストシーンもずっと私一人で喋ってて何も答えてくれなくて最後あんなフィルターかかった死んだような目であーって言われてなんかもう谷的にもうどうしたらいいのみたいな感じなんですよ。もうだからそのセリフがどう
ていうよりかはずっとこう一人で何も帰ってこない人とずっと戦う谷さんで、もう食べからしたらもうなんてことだっていうあのコミュニケーションの、今日も最後だから私はっきり言ってますけどあの本当に何なんだって思いながらちょっともうあの思っちゃってました、もう正直。はい、はい、そうですね、まあ、これの返答として、まあ、松坂からしたらいやもう本当に申し訳ないっていう、もうやっぱなんて言うんでしょうね、謝ることしかまあできないというか、特に本当にそこのあそこのね、あの谷さんがバーッとこう言ってこうふみが最後答えるっていうところとかも、もうすごいたくさんこういろいろこう谷さんが言ってくる言葉が全部なんかこうぐさぐさ刺さってくるっていうか、なんかあなたたちのことを知ってもう吐きそうになったみたいなところから、もうなんかうわーみたいな、こうぐーっとこう来るんですけど、もうでも本当に客観的に松坂的に言うと、まあそのトータル的に谷さんとこう向き合い方に対してはもう本当に申し訳ありませんっていう、代わりに僕が謝りますっていう本当にそんな感じですね。はい、もう本当に申し訳ございません。もう言葉じゃなく、セリフの言葉じゃなくて、もうちょっとあれなんですけど、すいません、質問とはちょっと違うかもしれないんですけど、はい、はい、ありがとうございました。さあ続いての、はい、質問なんですけれども、はい、監督にちょっと聞いてみようと思うんですけれども、何かこうアドリブの質問で、あのこれはちょっとすごくアドリブだったっていうところ、何かこうアドリブで採用されたシーンっていうのを教えてもらいたいと思います。いや、アドリブっていう、アドリブじゃないんですけど、その延長で出てきたものみたいなことで言うと、一つには通り君が最後の警察に羽交い締めにされた時に、あの台本上はいくつ何回かやめろとかそういう言葉いくつかが入ってはいるんですけど、あのもうやめてくれっていう最後の一押しは、あれ通り君の、まあ、っていうかあの文からあの通り君が吐き出した言葉だったので、それはちょっとあの現場で見てて、あのすごいものが出てきたなっていう驚きがあったのと、まあ、あとサラサとフミの、あのサラサがあの寮に DV されて逃げ込んでからの、あの2人がこう通り君が撫でるとこありますよね、撫でて彼女がわーっと自分の気持ちを言うところなんかも、あの使われてるテイクは4回目か5回目なんですけど、あれもあの最初のうちはセリフが全部サラサが言い終わった後にフミが手をこう添えるっていうことで何回かやってたんですけど、何か届ききらない時に、あの通り君と僕だけでちょっとこう話をして、まだセリフが終わらない中でこうやってみた時に、なんか本当にサラサの方からもっとボロボロこぼれてきたというか、なんかそういったちょっとしたアドリブっていう答えになってないですけど、なんかそういう溢れ出る感じが ありましたね、いくつかいいところ、はい、ね、どうですか松坂さん、そこ振り返ってみて。いや、そうですね、確かになんかその撮影の順番的にも本当にこの順取りに近いような形でやってくださったおかげで、こちらとしてもその実感みたいなものをこう積み重ねやすかったっていうのがすごく大きくて、それがゆえにそのまあ文の中でこう経験している、あのまあなんて言うんでしょうね、まあこう過去にできない記憶みたいな体験真実みたいなものがやっぱこうずっと地続きで続いているからこそ、もう一度あのなんて言うんでしょう、似たようなシチュエーションじゃないですけど、そういったことが、ま、自分の目の前で巻き起こった時に、なんかこう自分の中でこうポッて出てきたのはありましたね。そうやって本当にね、その雰囲気も全てですよね、もう役もこうやって作り上げていったものが皆さんに届いて皆さんに感動を呼んだということだと思います。たくさんの、ね、質問本当に皆さんどうもありがとうございました。あっという間にお時間になってしまいまして、はい、最後にですね、ぜひ今日ご来場の方、そしてまだねこれからも映画を楽しみにされている方もいらっしゃると思いますので、皆さん立っていただいて一言ずつご挨拶いただければと思います。さあそれではちょっとお立ちいただきまして、はい、ではまずは多部未華子さんからお願いいたします。はい、本日は本当にたくさんの方に来ていただいて、あの私自身すごくあのこの4人の中では短いシーンの登場だったんですけど、とても
濃密な時間を過ごさせていただいたのでとても幸せでした。監督ありがとうございました。もうこの場を借りて共演してくださった皆さん、広瀬さんも横浜さんもお会いできて嬉しかったです。総理君も本当にいつもありがとうございます。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。では横浜流星さんお願いします。はい、本当に公開してから2週間経ってすずちゃんも言ってましたけど、僕も本当に周りの方がらの連絡が多くて、で感想を聞くとみんな全然違う感想が返ってきて、本当にそれが答えというか、皆さんこの作品を見てどう感じるのかどう受け取るのかっていうのは皆さん次第だし、その感性みたいなもの受け取ったものを大事にしてほしいなっていうのをなんか強く思いました。本当にまだまだ公開は続くので、たくさんの方にもっともっとこの作品が届いてほしいなと祈ってます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。続きまして松坂桃李さんお願いします。はい、本日は皆さん本当に来てくださってありがとうございます。中継で見てくださってる方もありがとうございます。あれこれまだ繋がってますよね。繋がってます。ああよかった、はい、ありがとうございます。もう本当にこう、流星君もすずちゃんも言ってくれてたんですけど、もう僕もその感想がその、直接じゃないですけどメールとかその LINE とかで本当に全員長文なんですよね。だからそれだけどんな言葉をこう紡ごうとも言い表すことができないけど伝わってくるものがあったんだなっていうのが、やっぱその長文の中でもみんなそれぞれ使う言葉とか全部違うんですけど、そういうものがちゃんとこの作品を通してこの登場人物たちを通して伝わってくるものがあったんだなと思うと、本当につくづくやれてよかったと思うし、何よりこのチームで一緒にできたことっていうのが、もう本当に僕の一番のなんかこう宝物みたいな、そんな時間だったなと思います。そして作品を通して少しでも何か皆さんのなんかこう心に寄り添うことができたら、なんかこう少しでもちょっと触れることができたら本当に幸いだなと思うので、皆さん、この作品の感想を皆さんなりに広めてもらえるとありがたいです。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。では広瀬すずさんお願いします。はい、本当に皆さん本日は流浪の月を見てくださって本当にありがとうございます。そうですね、私サラサとしてフミからもらった言葉と、サラサはサラサだけのものだと言ってもらえた時のように、そんな言葉で皆さんが少しでも解放されてなんかほどかれていくような幸福感に満ちた時間が何か届けることができたらいいなと、これからもまだまだ公開は続いておりますので、ぜひ映画が一人でも多くの方に届くことを願っております。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございます。では最後にリー・サンイル監督お願いします。田部さんこちらこそありがとうございました。そうですね、確かに言葉になかなかならない、感想が多いんですけども、作ってる我々もこれ言葉にできないものをなんとか作ろうとしていたわけなんですよね。だからこその俳優の本当に一挙手一投足や息遣いやその目線の一つであったり、映像も言葉以上に雄弁な何か映像であったり、音も本当に繊細で、それでいて音楽もダイナミックさもあって、何かこう分かりにくいけども必ずこれ大事なものなんだっていうことを届けよう、形にしようっていうことをずっとやり続けたような作品な気がします。そういう意味では非常に映画館で体感する、映画館で味わう映画として、そういった要素に満ちている作品なんじゃないかと思っておりますので、引き続き皆さんの何かこう大事な一本になると本当に嬉しく思います。本日はどうもありがとうございました。